28日に救急車の後部ドアを蹴って車体をへこませたとして警視庁渋谷署に器物損壊容疑で現行犯逮捕され釈放された歌手の鬼塚千尋41が2日公式サイトでメッセージを発表した直筆でこの度は私の不適切な行動により多くの皆様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます深く反省しております 鬼につかちひろとのメッセージが掲載された。鬼に容疑者は28日席、東京都渋谷区恵比寿西の路上で、救急車を蹴った疑いが持たれている。一緒にパチンコをしていた女性が、体調を崩したために救急車を呼んだが、鬼に容疑者は通行人に嫌味を言われ、 パニックになって蹴った、などと供述、嫌なことを言った男を許せないといった気持ちでやってしまった、自分が一番悪いといった趣旨の話もしており、警視庁が経緯を調べている。 30日午前に東京地検に送検された際はマスクを着用して車内で視線を落とし表情は確認できず同日に東京湾岸署から釈放された際は集まった約50人の報道陣の前には姿を見せず向かいの車で同署を後にした車内は鬼塚が座っていたと見られる後部座席が黒いカーテンで仕切られ様子は確認できなかった。